日本一早い格闘ニュースの時間です。最初のニュースです。白川ポテトヘッド快挙達成です。朝クラントップチームの初期係、白川アホの子ポテトヘッドバカの子アホの子天然が快挙を達成しました。ツイッターにおいて深い関係になればなるほど些細なことで亀裂が入るような気がする。でも深い関係だからこそ話し合えばすぐ修復できると思っていると意味深なツイッターをしていました。おそらく朝倉のトップチームから解雇されたのでしょう。これで晴れてマクドナルドでポテト係として腕を震えるようです。快挙達成です。次のニュースです。井上尚弥快挙達成です。我らの日本の至宝モンスターこと井上尚弥選手が今日重大発表があると匂わせていました。よくはわかりませんが、おそらくぼったくり有料オンラインサロン王者理論をスタートさせるのではないでしょうか。井上尚弥快挙達成です。怪物くん快挙達成です。盆栽イントップチームの打撃コーチ係鈴木博明こと怪物くんが快挙を達成していました。なんとデリヘル城のツイッターにいいねをしていた模様です。おそらく前技だけでなく抗議も丁寧に攻撃したようです。怪物くん快挙達成です。次のニュースです。おしゃべりクソ野郎コージ快挙達成です。格闘技界のガンことおしゃべりクソ野郎コージですが、普通にステマのアカウントが流出していました。コージを褒めたたえるツイッターが同じようなデータで回っているのです。さすがおしゃべりクソ野郎コージです。快挙達成です。次のニュースです。オギチャネル快挙達成です。なんと我らのファンゼロ人説ファイターオギチャネルが手を使ってみかんを食べることに成功したようです。次は火を使ってお湯を沸かすことに成功するのではないでしょうか。オギチャンネル会議達成です。ご視聴ありがとうございました。よろしければ日曜10時からのライブ配信ご覧ください。それではさよなら。